最大10連休のゴールデンウィークが明日から始まります。まだ予定が決まっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。県内の行楽地やイベントの情報を紹介します。この春、チンパンジーやルリカケスなど続々と赤ちゃんが生まれた平川動物公園では6日まで子ども祭りが開催され、動物の赤ちゃんのパネル展示などが行われます。5日は小中学生の入園料が無料に。3日から5日は駐車場の事前申し込みはすでに終了しているものの、公共交通機関や徒歩での来場はできるということです。鹿児島水族館はゴールデンウィークの期間中、午前9時から午後9時まで開館していて、夜の水族館を楽しめます。普段午後4時までのイルカの時間は、期間中に限り午後7時からも行われます。海上自衛隊鹿屋航空基地ではあさってエアーメモリアル・イン・鹿屋が開かれます。鹿屋航空基地の70周年を記念し、ブルーインパルスやホワイトアローズの飛行も予定されています。垂水市の高峠つつじが丘公園では明日から3日間春のつつじ祭りが開催されます。園内には100種類のつつじがおよそ10万本自生。今年は雨の影響で開花が少し遅れ、現在は七分咲きだということです。県下三大祭りの一つ、志布志お釈迦祭りは29日に開催。名物は新婚の花嫁を乗せたシャンシャン馬の行列です。4年ぶりに開催された去年は馬の手配ができず人力車となったため、今年は5年ぶりの復活が見られそうです。東串良町の柏原海岸や阿久根市の脇本海水浴場などでは、誰でも潮干狩りを楽しむことができます。ただ県内ではゴールデンウィークはすっきりしない天気が続きそうです。雨足が強まる日もありますので、お出かけの際には気象情報を確認してください。